ドラジェン・ペトロビッチは、クロアチアのバスケットボール選手。ポジションは、シューティングガード。ユーゴスラビア代表、クロアチア代表の中心選手として、オリンピック、世界選手権などで何度もメダルを獲得した。また NBA で最初に成功を収めた、ヨーロッパ出身選手の一人と考えられている。兄のアレクサンダル・ペトロビッチもバスケットボール選手で1984年。 ロサンゼルスオリンピック1986年バスケットボール世界選手権では共にユーゴスラビア代表として銅メダルを獲得している。クロアチアのシベニクでセルビア人の父親とクロアチア人の母親の間に生まれた。13歳の時にユーゴスラビア一部リーグに所属する経験ベンカのユースチームのセレクションを受けて加入。15歳の時には トップチームに昇格した。彼はチームの若きスターとして1982年、1983年のコラチカップでは共に準優勝している。1983年のユーゴスラビアクラブ選手権では試合終了間際に2本のフリースローを決めて KK ボスナを破り優勝したが翌日になってユーゴスラビアバスケットボール協会より 審判による不正な笛があったとして、ノビサドでの再試合を行うと決定が下されたが、彼らは再試合を拒絶したため優勝は剥奪された。1年間の兵役を務めた後、1984年にザグレブを本拠地とする経験、ツボナに移籍した。彼が移籍した初年度、チームはユーゴスラビア選手権とナショナルカップに共に優勝。 欧州チャンピオンズカップ決勝で彼は36得点を挙げて、チームは87から78で、レアルマドリード・バロンセストを破り優勝した。翌年も決勝で、アルビーダス・サボニス率いる BC ・ジャルギリス戦で22得点を挙げる活躍を見せ、チームは連覇を果たした。同年のナショナルカップでも古くからのライバルであるボスナ、戦で46得点を挙げて優勝した。 1987年にはヨーロピアンカップウィナーズカップ決勝で28得点を挙げてビクトリア・リベルタ・スペサロを破り自身3度目のヨーロッパ大会優勝を果たした。4年間のチーム在籍で彼はユーゴスラビアリーグでは平均37.7得点ヨーロッパのクラブ大会で平均33.8得点40得点以上50得点以上を 上げる試合は何度もあり、出場した112試合中の自己ベストは62得点であった。1986年のヨーロピアンリーグの対 CSP リモージュ戦では10本の3ポイントシュートを含む51得点10アシストを上げている。また同じ大会でのイタリアリーグチャンピオンのオリンピア・ミラノ戦では45得点25アシストを上げた。 彼に対して1986年の NBA ドラフトでポートランドトレイルブレイザーズがドラフト30名全体60番目に指名していたが彼は1988年にスペインリーグのレアルマドリード・バロンセストと400万ドルの契約を結び入団したリーグ戦は5位に終わったがカップ戦で優勝ヨーロッピアン・ウィナーズ・カップ決勝でスナゲーロ・カセルタを破り優勝した リーガアッコブでの活躍は1年間であったが、彼は未だにリーガアッコブ記録であるファイナルでの42得点、1試合最多3ポイントシュート成功数、8の記録を残している。さらなる高みである NBA にチャレンジすることを決意した彼に対して、ポートランドトレールブレイザーズはレアルマドリードへの契約違約金を支払うことで彼はついに NBA でプレーすることとなった。 輝かしい実績を挙げた彼は1989から90シーズンより NBA のポートランドトレイルブレイザーズでプレーすることとなったが言葉の障壁もありまたバックコートにクライドドレクスラー、テリーポーターがいたこともあり満足するプレー時間を与えられることはなかったヨーロッパ最優秀選手に選ばれたこともある 彼は平均12分しかプレイさせてもらえず1試合平均7.4得点を上げるに止まった。1990-91年シーズンになるとプレイタイムは平均7分まで減り彼の不満は爆発するようになった。38試合が終了したところでデンバーナゲッツとの三角トレードで彼はニュージャージーネッツに移籍することとなった。 1991年1月23日に加入したネッツはケニー・アンダーソン、デリック・コールマンがいたがチームは1986年のエクスパンションで誕生して以来一度もプレーオフに進出したことがないチームであった。ブレイザーズ時代と異なり43試合の出場で1試合平均20.5分が彼に与えられて平均12.6得点の数字を残すと 翌シーズンには、全試合に先発出場、平均36.9分の出場、20.6得点、ガード選手としては、トップレベルのシュート成功率50.8%、3ポイントシュート、成功率44.4%の成績を残し、チームの年間最優秀選手に選ばれた。またこの年ネッツは、前年より14勝を多く上げる40勝42敗で、 初のプレイオフ出場を果たした。1992、93年シーズンにはリーグ11位である1試合平均22.3得点、3ポイントシュート、成功率44.9%、シュート成功率51.8%となり、オール NBA サードチームに選ばれた。しかし NBA オールスターゲームのメンバーに選ばれなかったことに彼は失望した。 この年の得点上位13人のうち唯一彼はメンバーに選ばれなかった。15歳の時にトルコで行われた U-18 バスケットボールバルカン選手権に出場、銅メダルを獲得した。その後ジュニアのバルカン選手権で金メダル、シニア大会でも銀メダルを獲得した。1982年にギリシャで行われたジュニアバスケットボール、 欧州選手権で銀メダルを獲得した。シニアになってからの最初の主要大会出場となった1984年のロサンゼルスオリンピックで銅メダル。1986年バスケットボール世界選手権では、準決勝でのソビエト連邦代表とのゲームに1点差で、敗れて銅メダルとなったが、大会最優秀選手に選ばれた。1987年のバスケットボール。 欧州選手権ではホスト国であるギリシャ代表に敗れて銅メダル。地元ザクレブで行われた1987年夏季ユニバーシアードでは優勝。1988年のソウルオリンピックではソビエト連邦に敗れて銀メダルを獲得した。アルゼンチンで行われた1990年バスケットボール世界選手権ではブエノスアイレスで行われた決勝で。 ソビエト連邦を破り優勝した。クロアチア独立後初のオリンピックとなった1992年のバルセロナオリンピックではドリームチームに予選ラウンドであたり破れたが準決勝で EUN を破り決勝で再びドリームチームと対戦した。開始10分ではクロアチアが25-23とリードしたが後に NBA 史上偉大な50人に選ばれる選手を 何人も要するアメリカ代表が117-85で勝利した。この試合で彼は24得点を挙げた。クロアチア代表として1992年、1993年に彼は40試合に出場1002得点を挙げ、1993年5月31日のエストニア代表戦では48得点を挙げた。1993年のプレイオフ、 クリーブランドキャバリアーズにチームが敗戦した後欧州選手権の予選に出場しているクロアチア代表のいるポーランドに向かった彼はアメリカ人レポーターに対してチームメイトや契約延長交渉の進まないチーム自身へのリーグの敬意のなさに対して不満がありギリシャリーグへの移籍を考えていることを漏らした2つのギリシャのクラブチームが3年間750万ドルの 契約を用意していることが明らかにされていた。一説によると、パナシナイコス BC との契約に彼が合意しているという噂も立っていた。一心上の都合でチームメイトと共にクロアチアに帰国しなかった。同年6月7日、彼はドイツのバイエルン州インゴルシュタット近郊のデッケンドルフの雨に濡れたアウトバーンで交通事故に遭い28歳で亡くなった。 地元警察によると、コントロールを失ったトラックが、中央分離帯を突破して、対向車線であるミュンヘンからの3車線を塞ぐ形で、止まってしまい、そこに彼が助手席で睡眠中だったホルクスワーゲンゴルフが、数秒後に突っ込んだという。この事故で亡くなったのは彼一人であり、操縦していたドイツ人モデルや、彼との交際がささやかれていた。 トルコ人のバスケットボール選手は負傷しただけだった。彼が亡くなった原因として、シートベルトをしていなかったこと、視界が悪かったことが原因とされた。彼の死後、チボマスタジアムは、同年10月4日に、ドラジンペトロビッチバスケットボールホールと解消し、ザグレブには、彼の名前が付けられた通りができた。11月11日には、ニュージャージーネッツが彼の背番号3番を、 永久決番とし、マクドナルド選手権のトロフィーは1994年からドラジェンペトロビッチトロフィーと呼ばれるようになった。1995年4月29日には、スイス、ローザンヌにある IOC の公園に彼のモニュメントがお披露目した。これは史上二人目のことであった。2001年7月9日に、ご覧にセビッチは、 パトリック・ラフターを破り、ウィンブルドン選手権初優勝を果たすと、スプリットで行われた10万人の監修を前にした優勝パレードで彼の背番号の入ったレプリカ・ジャージを着た。2002年にバスケットボール殿堂入りを果たし、死後13年が経過した2006年にはザグレブにドラジェン・ペトロビッチメモリアルセンターが完成した。2007年にはフィバ殿堂入りも果たした。 2008年にはユーロリーグ史上の偉大な50人に選ばれている。ありがとうございます。